阪神は18日、球団 OB の横田慎太郎さんが同日午前5時42分に死去したと発表した。亡命は脳腫瘍、28歳だった。通夜、告別式は詳細が決まり次第、通知するという、突然の訃報に同期入団の梅野も鎮痛。球団を通じて、突然のことでただただ驚いています。同期入団、同じ九州出身で担当スカウトが田中茂太さんと共通点が多く、本当に人懐っこくて面白い弟のような後輩で、プロの世界に入ってお互い頑張っていこうなと誓い合ってプロ野球生活がスタートして、横田といえば、寮の室内練習場で毎日毎日打ち込んでいる姿が印象的で、横田が開幕戦でプロ初スタメンになったシーズンも、一緒に戦って、嬉しかったり悔しかったり、いろいろな思いを共有してきた仲間なので、本当に残念という思いが一番です。とコメントした。過酷な闘病生活を経て、再びユニフォームに袖を通した横田さん、引退試合での、奇跡のバックホーム、では、観戦していた選手も涙を流した。梅野は、横田の諦めない姿から自分もプロ野球選手として最後まで諦めずに戦い抜くという思いを強くしましたし、こうして野球ができることへの感謝の思いを持って、横田の思いも常に自分の中に持ち続けて、現役生活を全うしていきたいです。ご冥福をお祈りいたします。と追悼した、ネットの声、本当に悲しい、早すぎるよ、ファンも皆心を痛めているが、苦楽を共にして戦ってきた仲間たちの気持ちはもっと悲痛だろうな、特に同期でとも。通天の多い梅ちゃんの気持ちは言い表せないと思う。不振で苦しいシーズンが続いてるけど、天国の横田のためにも諦めずに奮起してほしい。面識のないファンですらこれだけショック大きいんだから、苦楽を共にしたチームメイトや関係者なんか比じゃないぐらいショックだろうな。どの選手にも言えるけど特に引退会見で花束渡してた北条と高山。いつまでも2軍でいぶってないで横田の分まで1軍で野球するんだという気持ちで改めて頑張ってくれ。奇跡のバックホーム、2軍戦とはいえ、横田選手にとって最後の試合、最後の守備、最後の野球というあの場面での送球、本当に感動しました。もっと活躍する横田選手を見たかったし、チームもファンもみんな泣き、またしていた。もちろん誰よりも悔しかったのは横田選手自身だったと思うけど、そんな彼の最後のバックホーム、本当に奇跡としか言えない素晴らしいバックホームでした。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。